さあ、それでは最後に腕橈骨筋と超等速手根伸筋、そして短等速手根伸筋を別々に同定していきます。これはデイ2でやり残した部分です。前腕世界一周の知識だけではできなかったことが、今日学んだ知識を活用することによってできるようになります。この動画はライフサポート&エネスフィジアリサに連載中のガックンと一緒エコー解剖の広場の付属動画です。動画の内容を詳しく勉強したい方はリサも合わせてご覧ください。説明欄にリサのウェブページのリンクを貼っておきます。前腕から二往診遠位の部分では、この腕橈骨筋長短等速手根伸筋の間というのが分かりにくいんですね。はい、前側からいくと、こっからぐるーっと回ってここまでが腕橈骨筋と長短等速手根伸筋でした。で、どこでじゃあこれを分離していくかというと、もっと手首に近い部分で見ていきます。このぐるーっと大きい筋肉のだいたい真ん中ぐらいに、プローブを置いて、このままプローブをスッと下の方に動かしていきます。はい、そうするとここに非常に大きな腱が見えます。で、この腱の周囲で、プローブをこう下に動かしたり上に動かしたりしていきます。そうするとこの腱から一つ筋腹が出てくるの分かりますか？上に動かします。スッと、はい、下に動かす。スッスッと、これになります。わかりますね。下に動かすとスッと筋腹が消える。そして上に動かすと、この間から筋腹がスッとこのように出てきます。はい、で、この出てきた筋腹が何かというと、これが超等速手根伸筋になります。ですので、この超等速手根伸筋の今画面右側、これが腕橈骨筋であり、この超等速手根伸筋の画面左側、これが短等速手根伸筋ということになります。さあ、いかがだったでしょうか。この場所は筋腹と筋腹の分かれ目が非常にはっきりしてますので、プローブを当てていて楽しいんじゃないかなというふうに思います。さあ、これで今日の勉強は終わりになります。エコのプローブを早く動かすといろんな景色が見えてきますので、ぜひ皆さんご自身の体のいろんな部分にプローブを当ててみてください。次回 Day 4はプローブを細かく動かす練習をしていきます。 Day 2、前腕世界一周で触れなかった神経、血管、そして深層の筋肉を観察していきます。実はプローブを細かく動かすときも、プローブを早く動かすことが大事になってきます。それでは皆さん、また次回画面の向こう側でお会いしましょう。ガックンでした。